これから株式会社オンテックの紹介を始めます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは会社のメイン業務と強みを教えてください。株式会社オンテックの林と申します。私どもの会社はですね、プリント回路事業の方をメインとしてやっておる会社なんですが、プリント回路事業といってもですね、プリント基板の設計、あと基板製造、あとアッセンブリーまで一貫してやるところに強みを持っております。特にプリント回路事業の方の設計の分野においては、新しいやり方を取り入れながらですね、今対応をしている最中になります。今後のですね、プリント回路事業の発展のために何とか貢献していきたいと思ってやっておる会社でございます。ありがとうございます。今回の展示会での一押しの出展製品を教えてください。はい、特に今回の出展ではですね、我々が自社で開発しました AI を使った部品の自動配置システム、あとそれとですね、シミュレーションというのを展示しております。でもう一つですね、今回 の出展の目玉になるんですけれども、オンテック独自でソリューションサイトというのを立ち上げました。まあ、こういった内容になるんですけれども、プリント基板を開発されるエンジニアの方のお困りごとを解決するためのサイトになっております。この URL をクリックしていただいて確認いただけると、どなたでも無料で確認いただけますので、ぜひご活用いただけたらと思います。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いいたします。はい、株式会社オンテックはですね、今までのやり方を少しでも変化をさせながら、このプリント回路事業の方をですね、なんとか飛躍させていきたいと考えております。まだまだですね、自動化っていうのは着手したばかりなんですけども、これからもですね、その部分を着実に完成度を上げながら対応していきたいと考えております。今後のオンテックに期待していただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。以上、株式会社オンテックの紹介でした。